大久ク発電所は、長野県基礎郡大久ク村大穴の尻にある、関西電力株式会社の水力発電所である。基礎川本川にある発電所の一つ。形式は、水路式発電所で、最大出力 12,600kW にて、運転されている。1921年に運転を開始した。中部山岳地帯の電源開発に関する、近代産業遺産群の一つとして、 経済産業省の近代化産業遺産に認定されている。多くは発電所は同水路により、落差を得て発電する水路式発電所である。最大使用水量38.40リッター、片メートル毎秒、有効落差39.09メートルにより、最大12,600キロワットを発電する。取水石は1箇所あり。 その高さは7.12メートル、長さは138.47メートル。席のゲートは2門の土砂吐きのみで、右端に設置。席右端には、ゲートの他漁道と流木路も備わる。取水口も岸にあり、上流スハラ発電所の放水と、支流稲川橋場発電所の放水を集める。陳謝池は1カ所設置。取水口から、上部水槽につながる、導水路は、 総延長3621メートル。その大部分がトンネルであり、他の部分は海峡、暗峡で構成される。水路勾配は2000分の1。なお、同水路が支流土の小川を横断する部分にて、水路転売より流入させる形で土の小川から取水できる。水槽から水車発電機へと水を落とす水圧鉄管は長さ74メートルのものを3畳設置。 水車発電機は3組あり、水車は立軸炭臨炭流渦巻フランシス水車を採用、発電機は容量5 0 0 0ルトアンペア、周波数6 0ルツのものを備える。発電所建屋は、礎石造りで、総面積は822.9平方メートル。名古屋伝統、基礎電気製鉄、大道電力社長、福沢桃介奥は発電所付近にて最初に、 水利権を獲得したのは、関清秀を代表とするグループで、その許可は1907年4月に遡る。この水利権は、翌1908年3月に、名古屋電力へと譲渡され、さらに合併によって1910年10月、明治、大正期における、名古屋市の電力会社名古屋電灯に引き継がれた。小間地点と呼ばれた、この水利権は、木曽川の内福島町から、 駒金村を経て、大川村へ至る区間が引用区間であったが、1910年7月の計画見直しで駒金と大川の2地点に分割された。推理券の獲得程度に止まっていた木曽川中流部の開発計画が具体化されるのは、後年、電力王と呼ばれた実業家、福沢桃介が名古屋伝統の経営を掌握してからである。 多くは地点については、まず1915年10月、使用水量をきき可の500立方弱毎秒から1000立方弱毎秒へと増加する申請を行う。さらに、翌1916年6月には、引用区間を見直して、多くは第二地点へと改め、設計変更を出願した。そして1917年11月、使用水量1000立方弱米秒にて、 多くは第二地点の推理券許可を得た。推理券の許可後、1918年9月に名古屋電灯から開発部門が基礎電気製鉄として独立したため、多くは第二地点の推理券も同社へと移されている。さらに1921年2月、基礎電気工業は合併によって大動電力となった。この間、多くは第二地点は、 多くは発電所として開発が実行に移され、1918年10月に着工、大道電力発足後の1921年3月に水路工事が完了し、6月までに発電所工事もほぼ終了した。主要機器はいずれもアメリカ合衆国からの輸入品であり、メーカーは水車がアリス・チャルマーズ、発電機、変圧機がウェスティングハウス・エレクトリック、 名古屋方面季節送電線に連絡する送電線が7月末まで完成しなかったため送電開始も遅れ1921年8月11日仮使用認可を得て送電開始にこぎつけた本使用認可は1ヶ月半後の9月27日付である当初の発電所出力は8 0 0 0ットであった大く発電所における使用水量は水利権許可当初は 基礎川本川からの取水線立方弱毎秒に限られたが、春光翌年の1922年7月に本川からの取水量を190立方弱毎秒追加し、支流稲川も新たに110立方弱毎秒を取水して、使用水量を合計1300立方弱毎秒へと引き上げるという許可を得た。ついで1929年4月、渇水補給用として、 死流電を川からの取水許可も得た。1934年4月には設備能力に余裕があるとして基礎川本川からの取水を80立方弱毎秒増加する許可を得て、以後使用水量は1380立方弱毎秒となった。使用水量の増加に伴って発電所出力も増強された。まず1922年9月。 発電機3台のうち1台を予備設備として運用する体制から3台とも常用設備へと変更して出力を1万1 0 0 0ットへと引き上げる許可を取得した。その後も出力は1931年に1万1 2 0 0ットへ増加され、ついで1935年5月には1万2 1 0 0ットへと引き上げられている。1939年4月1日、 電力国家管理の担い手として、国策電力会社日本発送電が設立された。同社設立に関係して、大同電力は、電力管理に伴う、社債処理に関する法律第4条、第5条の適用による日本発送電への社債管理、支払い義務継承並びに、社債担保電力設備の強制買収を、前年12月に、政府より通知される。買収対象には、 大久和発電所など14カ所の水力発電所が含まれており、これらは日本発送電設立の同日に同社へと継承された。太平洋戦争後、1951年5月1日実施の電気事業再編成では、大久和発電所は他の基礎側の発電所と共に供給区域がいながら、関西電力へと継承された。日本発送電設備の帰属先を、 発生電力の主張基地によって決定するという、潮流主義の原則に基づき、基礎川筋の発電所が、関西電力所管となったことによる。基礎ダム関西電力発足後、基礎川中流部においては、再開発が進められ、下流側から山口発電所、読書第二発電所が、相次いで建設された。これに続いて、中流部の水路式発電所5カ所に関する、 再開発が計画され、この区間における河川利用率を向上させるとともに、先頭不可発電所として運用させるべく、基礎ダム並びに基礎発電所の建設が進められ、1968年に、竣工した。ダムは、基礎川との合流点直上の大滝川に位置し、水路は、季節発電所群の水路の山側を通って、大桑発電所直上に設けられた放水口に至る。 また建屋は当初計画では大桑発電所の直上にて半地下式で建設される予定であったが実際にはスハラ発電所よりに地下式発電所として設置されたその後1990年代に入ると木曽川水系の発電所では1992年度より老朽化設備のリフレッシュ工事が始められその一環として オークワイ発電所においても1999年9月に更新工事が竣工、使用水量は従前と同一ながら発電所出力が5 0 0ット増強された。以後発電所出力は1 2 6 0 0ットとなっている。ありがとうございます。